ターを登録するんだ。君の持っているバトルカードを下の面の光っているところに置いてくれ。7枚まで当てられないんだ。登録するキャラクターが決まったらチームの決定を決めるんだ。ヒーローアバターカードを登録、君の分身を登録、このチームと戦うのチーム決定だ。では出発すると戦闘開始。ブリッジチャージインパクトに装備すると
じゃなきゃいけない。